どうもバイス TV です。メイトバイクこうやって畳めるのはいいんですけど、なんせ車体がすごく重いので、この状態で運ぶのがすごく大変なんですよね。でもね、ちょっとしたコツがあります。それはこのサドル下のここ取っ手みたいになってますよね。ここを掴んでグッと上に上げるんですよ。で、車体を少し体の方に寄せて、後輪だけが、こっち側のね、後輪だけが地面につく状態にするんですよ。で、あとは、ガラガラガラっとスーツケースを運ぶような感じで運ぶことができます。ちょっとやってみましょう。ここ持って、浮かせて、で、このまま。別のアングルからも。もしくは右反対側に立って、右手をこの右レバーの方に握って、左手はさっきの取っ手を持って、こういう運び方もあるかなと思います。これもなかなか安定してますね。これならね、スーツケースガラガラ運ぶのに近いような感じでね、持ち運ぶことができるんじゃないかと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。